日本プロレタリア映画同盟は、かつて存在した、日本の映画制作、上映団体、略称、プロキノ、プロキノのシンボルマーク。1929年に全日本無産者、芸術連盟の参加に結成され、度重なるメンバーの検索によって、1934年には、解体された。命令、労働組合運動、労働農民党の山本信春大氏の葬儀を、 記録したほか、アニメーション制作など当時としては、先駆的な取り組みが行われた。巡回映画会も取り組まれた。日本プロレタリア音楽同盟との共催の映画上映会なども行われ、映画と音楽のコラボレーションも取り組まれた。純機監視、進行映画を1929年9月から1930年6月まで観光。1930年8月から、 プロレタリア映画を発刊したが、度重なる発売禁止のために1931年で途絶えた。小林滝次はプロキノともの会の発起人であった。東京のほか、神戸、大阪、京都、高知などにも支部が存在した。元メンバーの中には、戦後のアニメーション映画や記録映画、教育映画で活躍した者も,も少なくない。プロキノに関与した者の,の中には、 東方の文化映画課長、中華電営公式制作部長になる松崎啓治、PCL に入社するのと説を芸術映画社、小畜と渡ったアニメーター瀬尾高生、JO スタジオから電通映画社までを渡り歩いた田中義嗣らのように商業的な映画会社に就職する者もいた。映画会社に所属する俳優や映画監督として加入した者として、 山内光と木村外次がいる。上野構造、岩崎明、厚木隆、井上太いのように運動が崩壊した後、映画会社に就職するものも少なくなかった。プロキノの元メンバーを複数受け入れた映画会社として、p c l と芸術映画社が挙げられる。日本共産党を支持する勢力の強い、全日本無産者芸術団体協議会の参加に発足し、 続いて、日本共産党の指導下にあった、日本プロレタリア文化連盟に加盟したことから、日本共産党の方針の影響を強く受け、多くの活動家が治安一法違反容疑で検挙された。ありがとうございます。